キュバ番は8個の炭素原子が立方体の拡張点に配置され、それぞれの炭素原子に水素原子が1個ずつ結合した構造を持つ炭化水素分子である。分子式は C8H8IUPAC 命名法ではペンタシクロ4.20.025.038.047億単 CAS 登録番号は277から10から1 無色透明の結晶で U 点130摂氏131度摂氏200度以上で分解する。キュバンはプラトン立体炭化水素の一つでプリズマン類の一因である。炭素原子同士の結合角が90度に近く、これは SP3 炭素で理想的な109.5度から大きく離れるため歪み、エネルギーが大きい。そのため非常に不安定な化合物とされ、 合成は不可能と考えられていたが、1964年にシカゴ大学の教授フィリップ・イートンによって初めての合成が達成された。実際に合成されると、9番は速度論的にかなり安定な結晶であることが分かった。これはすぐに利用できる分解経路がないためである。今日ではさらに多くの合成法が開発されている。 基盤は八面体形対称性を有する最も単純な炭化水素である。かなり歪んだ骨格のために大きなエネルギーを内包しており、炭化水素の中でも密度が最大であるため、高密度、高エネルギーの燃料としての有用性が期待されている。八個の水素原子を全てニトロ化したオクタニトロ基盤は現在理論的に考えられる最強の爆薬であるとされるが、 現段階では、その合成には、かなりのコストと手間がかかるため、実用的ではない。キュバンを多数繋げたポリマーも作り出されており、非常に頑丈な繊維である。炭素以外にも、炭素属元素であるケイ素やゲルマニウム、スズなどでも、キュバン同様の立方体分子が合成されている。ただし、これらの元素同士の結合は、酸素などと反応しやすいため、周りを、 大きな地換気で覆うことにより初めて安定に取り出すことが可能となった。例として、オクタテキシルオクタシラキュバン8がある。キュバンの前合成。ありがとうございます。